フローラルパーク駅とは、ニューヨーク州フローラルパークのチューリップアベニューとアトランティックアベニューの交差点にあるロングアイランド鉄道の本線及びヘンプステッド支線の駅であり、両線の分岐点のすぐ西にある。列車の大半はヘンプステッド発着だが、数本のポートジェファーソン支線の列車が平日の朝に停車する。2012年現在、 平日に62本の列車が停車する各方向に31本。ヘンプステッド支線は平日各方向に28本を占める。この駅は車椅子が利用できない。最初のフローラルパーク駅は1878年の10月から11月の間にエライダブリュハー本線とロングアイランドセントラル鉄道のジャンクション、スチュアートジャンクションとして、 アレクサンダー・ターニー・スチューアートによって建設された。なお、5年前に、クラリーはエライダ・ダブリューハーと橋で接続しており、この駅は、両線が接続する場所として使用されていた。連絡線は駅にある南西方向へ向かう橋の曲がり角と、駅の西にある北西方向へ向かう橋の曲がり角から利用できた。この駅は1879年に、 クリードムーア支線にあった同名のクラリーの車庫を廃止してヒンズデールに改名し、1887年にヒンズデールに再改名した。同年、この駅に47番タワーとして知られるコントロールタワーが設置された。ジョン・ルイス・チャイルズという花屋の存在により、この駅は1890年までにフローラルパークと改称したらしい。1904年には47番タワーが、 FK タワーに交換された。駅自体は1909年に取り壊され、同年7月に2番目の駅が再建、移転された。1924年、エライ・ダブリュハーは FK タワーをパークタワーと交換し、1946年に再び建て替えた。3番目で、現在の高架構造物は1960年に建設され、2番目のそれは、 同年の10月20日に取り壊された。この駅は4線に沿って高床ホーム3面を有する。各プラットホームの間には2本の線路が敷かれている。本線の列車は最北端の2線を使用し、ヘンプステッド支線の列車は最南端の2線を使用する。プラットホーム A は本線の1番線に隣接する有効町8両の相対式ホームであり、 通常ニューヨーク行きの西行き列車が使用する。プラットフォーム B は有効庁重量の島式ホームであり、通常本線の2番線を走行する東行き列車とヘンプステッド支線の1番線を走行する列車を利用するために使用される。プラットフォーム C は有効庁重量の相対式ホームであり、通常ヘンプステッド支線のニューヨーク発の東行き列車が使用する。ありがとうございます。